こんにちは。私の岡本孝則、バイオリンというチャンネルへようこそ。まあ、本当は孝則岡本バイオリンなんですけども、ちょっと最初に何と申し上げたらいいか分からなくて、すいません、ちょっと最初つまずいてしまったんですけれども、今日はまたちょっと3連チャンで明るい曲っていうのが少しちょっと、って思う方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、次回からは多分暗い曲になってしまうって言えばしまうんですけれども、まあ短調も長調もそれぞれに良いところがあったり、長所短所、まあ、ちょっと言葉がかぶってしまったんですけれども、まあそういう感じで、まあ、今回は3連続でまた今回は胃腸腸という「ラシドレミファソラドラ」、つまりイオンが主音の、とても明るい曲になるんですけれども、また今回同じことを申し上げるようで、こちらにちょっとこれのあれが小さすぎますよね。少しお待ちください。72ぐらいにしてあげると多分大きさが増すと思うんですけれども、こちらでまたアルペジオでバラスみたいな感じで、今回もアルペジオという技法が使われてるんですけども、こういうところで、今回間違えました。白い色になってしまいましたね。ちょっと修正は、これいつもこういう感じでこうですね。まあ、ここがとても明るい調になっていて、ラドリラリドリラリラリラ、これよく上手になれば分かると思うんですけれども、最初とかラーで、その次はド、まあドのシャープなんですけど、ちょっとこちらではペンが太すぎるので、それは避けたいんですけど、それでミーです、すいません。どうやってこれ調整するんでしょうね。まあ、いつも申し上げてることなんですけれども、なかなか直しようがなくて、ちょっと頭を抱えてるところなんですけど、こういうふうな感じで「ラドミラミドミラミドミ」、この同じ和音の「ラ」、すいません、「ラドミ」を使ってるんですけれども、このラもこれの1オクターブ上みたいな感じで、3音しか使ってないんですよね、こちらも。前回と同じことを申し上げてしまうんですけれども、重要なことなので、ラドミという感じで3音だけで最初のところで、その後にまた現れます。こういう感じでアルペジオが、ラレララレララレララ、なんですけれども、ここで一つ申し上げたいのは、この3音以外に使っていないということです。まあ、これはちょっと和音が違うんですけど、レ、ファ、すいません、ラという感じで、こっちとはもちろん調整じゃなくて和音が違うんですけれども、この最初ラドミというのは、要するに、手話音でして、前回も申し上げたように、この主っていうの、主というのは、このラシドレミファソラ、すごいですね、感じの変化が。これの、最初のこのラという音が主音になるんですけれども、ここのラ、最初の音がこの主音という意味なんですけど、この最初の音から数えて1、2ってド、またさらに1、2ってミーって、1個飛ばしで現れる和音というのが手話音でして、この次にレファラって僕は声かかるという、まあ、ここでまさにレファラファレというふうな、ここで現れているんですけれども、このレファラというのはローマ数字で書くんですけれども、ヨドの和音、どうしてこれ4って書かれてあるかというと、ご覧になってください。この最初の音が1、シニドサ
ふうな感じで、これレというのは4つ目の音なので、4つ目のドの和音ということでレファラという意味なんですけれども、これでもう一つの特徴があって、このご覧になってください。この最初の使われている音がラですよね。この次に使われている音もラなんですけれども、この後はシーっていうふうに、まあ最初はラが補足され、保存されて、すみません、まあ補足でもいいですけど、シーでいきなりではないんですけど、一度ちょっとだけ上降するみたいな感じで、そういうふうな感じでバランス、この 1,2,3,4,4 小節間でバランスが取られてるんですけれども、あとはやっぱりそうですね、ラ以外の音はラドミラでラレファラという、まあ少し僕の歌はちょっと音痴なのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、やっぱり少しだけなんていうんですかね、内声が上降してっていうのが分かるかもしれませんね。まあここでの音楽のキーワードはやっぱり上降と下降の、すいません、バランスで、もうめんどくさいのでちょっとこうします。上昇と下降のバランスということで、こういうふうに上昇したり下降したり、上昇したり下降したりというのを繰り返して、まるで波打つように、なんかちゃんと上がったら下がったり、上がったら下がったりみたいな感じで、まあ下がったら上がったり、まあどっちでもいいんですけど、まあそういう感じで音楽をバランスよくまとめていくっていうのがとても重要なことなんですけど、これでいきなり、ここいきなりではないんですけども、こうラーというものが現れるんですけれども、これご覧になってください。ラーというもの、1,2,3というふうな感じで3回こうやって実を言うと鳴らされているんですけど、ラーっていうのは、これは実を言うとどこで使われているかといえば、すいません、これ前回の前回前々回っていう意味ですよね。これこちらにご覧になってください。ドードードーというふうに3回一番下の主音が繰り返されていますよね。やはりこれにもそういうところが共通されており、やっぱり3という数字は向こう、まあ、西洋では結構重要な音じゃなくて数字だったりするんですけれども、まあ、一応こちらなんかキリスト教とかでもやっぱり何でしたっけ、The Father, the Son, the Holy Ghost みたいな感じで The Holy Trinity とか言ったりするんですけど、日本語で何と言うんでしょうかね、ちょっと忘れてしまったんですけど、まあちっちこめ、ちょっとすいません、なんかめっちゃ恥ずかしいことを申し上げてしまうかもしれないので、もしキリスト教に詳しい方はこの3という数字がとても重要だということは分かると思うんですけれども、リスト教みたいな感じで、はい、すいません、僕ちょっと日本語をちょっと忘れてしまったもので、それでこういう感じで、まあ、ラララって続きますよね。これでご覧になってください。先ほどの上昇と下降がこういう風な感じで、シララソファビレドシラソシラシドレビファソシラシドレって、もうちょっと、はい、こうやって。その中でやっぱりこういう風に補足されて、やっぱり上昇と下降のバランス、それとやっぱり補足されている音のこの何て言うんですかね、これら3つのやっぱり概念というのはとても重要なものでして、やっぱりこのラーで保存されている中でやっぱりこういう感じで降りてったり上昇してったりっていうのがやっぱりとても心地よいバランスになっていくんですけど、もう一つやっぱり重要な要素があるんですけど、ここからが少し説明しづらいところがあるんですけれども、まあ最初のこの一番下のラーっていうめっちゃ長い音ありますよね。これっていうのはまあ
オルガンとか、まあ、ピアノだと少し難しいんですけれども、オルガンだとやっぱりこうやってずっと保存されていて、ずっと同じラーという響きですよね。そういう響きの上の何を、どのような音をここで打つかっていうのはとても重要で、中でもやっぱり重要なその音程っていうのはこのヨドの関係なんですけれども、例えばこの「レソ」とか、ミラーラレーミラーファシーという、まあこれでちょっと見づらいんですけれども、こういうふうな関係性っていうのはとても重要なんですよね。なぜかというと、この一般的にこのヨド、すいません、ちょっと探すのがめんどくさいので、し、ああ、違う、そっちの C ではない。ああ、ちょっと数字の4がちょっと探す。あ、ヨド。このヨドっていうのがあるんですけれども、例えば、ドー、ファーっていう、1、2、3、4、まあ、以前も僕は申し上げたんですけども、やっぱり4つ離れてる音が、ドー、1、2、3、4、まあ、本当は3つなんですけれども、まあ、4って考えて、例えば1、1だと1度、1、2だと2度、1、2、3だと3度、1、2、3、4だと4度みたいな感じで一応決まっているので、それはちょっと申し訳ないんですけれども、このように4度っていうのは、まあ、ドファーって非常に何て言うんですかね、どうしてかというのは少し、まあ、説明はつくんですけれども、ちょっと長いは、まあ、ちょっとこの話もしましょうか。これ実を言うと、不協和音だと、ああ、まあさっきの感じなんですけど、だと考えてられるんですけど、これにはとても面白い理由があって、ここで示すことができるんですけども、倍音という列があるんですけれども、要するに倍音っていうのは、ある音をの周波数を数倍にしたものの整数列、ちょっとこれに表示します ちょっとすいません。これちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、ちょっと倍音というものをちゃんと説明すると、例えば、この主音じゃないんですけれども、まあ、一応主音というふうに考えて、例えば、ドという、まあ、ドじゃない方がいいか、ラという音がありますよね。ラというのは、実を言うと、例えば、この線があるとするじゃないですか。この線が、1秒間に、440回、ブルル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 
ですけれども、440、そういう1秒間に何回というのはヘルツっていうんですけど、まあこれはちょっと難しいので、まあつまりこれはどういう意味かというと、1秒に何回振られているかという意味なんですけれども、このラという音が440って書かれているんですけど、まあ便宜上ちょっとここの440を11にします。これも実は同じラリなんですけども、例えばラー、これが440なんですよね。ラー、これが220、ラー、これが110っていう感じなんですけども、つまりこれはどういうことかっていうと、この次のラー、ラーというのは 220Hz でして、この次のラーは440でして、まあ、ここの中間にミーというのが330Hz なんですけれども、これはどういう意味かっていうと、この最初の基準の音を、例えばこれ1倍、あ、違う違う、1倍じゃない、2倍、これは3倍、これは4倍というふうな感じで、
数倍してたものをこうやって整数列でこうやって数えるものが倍音の列っていうんですけど、これが気音だとすると、気音ってちょっと見つかんないんですけど、気音だとすると、これが倍音。まあ、これの下は全部倍音になってくるんですけれども、まあ、そしたらもうこれ、こうじゃなくても、これで、こういうふうな感じで、気音が。なので、この、これが110回振られているとすれば、その次の、というのは1秒間に220回振られて、みーというのは330回で、なーというのは440回になるんですけれども、ちょっと大変ですよね。まあ、例えば、550、すいません、550なら何になるかっていうのは、何になると思いますか？もし、わかる方は、多分ご存知だと思うんですけど、これはドのシャープになるんですよね。あ、違うか。ドラ、ラ、ミ、ラ、ド。あ、合ってましたね。すいません。これが、ラの5倍速い音というか、ってして、これは550なんですよね。これで、これ5倍。もう、こっからちょっと一気に書いてしまいますので、ラ、ビ、ラ、ラ、ミ、ラ、ド、ビ、ソ、ラ、シ、ド、ミ。ちょっと計算が、まあ、11の倍数なのでそんなに難しくないんですけれども、ちょっと計算上難しいので、ちょっと倍が何かだけちょっと説明しますね。6倍。今度は漢字で入るんですね。7倍。8倍。9倍。10倍。11倍、12倍。まあ、この後も13、14、15、16ってあるんですけれども、それはちょっと細かすぎて、実を言うと、正しく表記できないものもあって、まあ、例えば14だと、このソード上のソードの音になるんですけれども、まあ、16は、ラーなんで、まあ、ちょっと、ボークをこう使う、ちょっと、痛くなるので、ちょっともうやめとくんですけれども、すいません。で、これ、まあ、鋭い方はもう分かったと思うんですけど、この「ラ」に対して、例えば「ミー」というのは5度の和音、5度の差なんですよね。この1、2、3、4、5、1、5っていうのは、ラミ、5度がラビーで、さらにこのラノっていうのは、3度なんですよね。まあ、正式には超3度だね。ラシドの、ラド、1、3で3度。なんですけども、これでご覧になる、なればわかるんですけど、1、2、3、4の、レーっていう音は、この倍音列に現れてこないんですよね。それがとても面白いことで、まあもちろんこれ、レーはなぜか現れるんですけれども、そのような感じで、どこにも出てこないんですよね、実を言うと。なので、こちらに書いたように、ヨドの、まあここはドファじゃなくて、ラーレーって書きましょうか。この1、2、3、4、ド、ラ、レの関係性というのは、倍音列に気音から考えて含まれない不協和音の一種だっていうふうに考えても過言ではないっていうことで、まあ、こうやって不協和音だっていうふうに、まあ、認識されてるんですけれども、まあ、なので、例えば昔の大法だと、その2声で合わせるときに、結構、その、ヨドの関係性というのは、とても、避けられていたりするので、それはとても興味深いところだと思うんですけれども、
まあ、なんですけれども、ここでどうしてヨドっていうのが使われているかって、まあ、もちろん、こっから考えたら使われてないかもしれないんですけども、やっぱりこう中枢となる音型っていうのがとてもヨドが特徴的なんですよね。まあ、実際聞いていただいたら分かると思うんですけども。っていうのはこちらです。まあ、こういう感じで、ちょっと僕、ちょっと運動神経が悪すぎて、ちょっと音楽にちょっと一緒にペンでこうやって書けなかったんですけども、こういうところで結構頻繁に使われているのはなぜかというと、やっぱり不完全な和を添えてあげることで完全さをより重視していることになるんですよね。音楽で言うと、それはどうしてかっていうと、この一番下に「ラー」っていう音があるじゃないですか。その上に「ラーラーミー」とか、めっちゃ完成された音、つまり完成された音の上にまたさらに完成された音ってきちゃうと、なんかちょっと充実しすぎた響きで、まあ、充実しすぎたとは評価しづらいんですけれども、まあ、少し何て言うんですかね、完全じゃないですね。完全の上に完全さを強調だと少し悲しい顔になるんですよね。少しなんか色が少なくなっちゃうということもあるんですけども、今日逆に不完全さを強調、括弧で補う。まあ、こうやって書きましょうか。やっぱり完全というなんかとても支配している音の上にやっぱり少しなんか不具合が、まあ、不具合ではないんですけど、少しなんか歪みというものを入れてあげると、やっぱり全てで考えたらやっぱりめっちゃ綺麗な響きになるっていうことが分かっておるので、やっぱりこれは嬉しいことなので、こうやって、まあ、スマイルマークにしたんですけど、まあ、要するに、やっぱり、こういうですね、相反するものを、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけども、使用法。ちょっと、これは出ません。ありますよ。使用法。まあ、これで、テーゼと、アジテーゼで、人テーゼ。出てこませんね。まあ多分、新テーゼって、人テーゼ。まあいい、ちょっと僕、そこら辺はちょっと詳しくないのであれなんですけど、発音は。まあこういう感じで、テーゼというのは、つまりなんかテーマと同じなんですけど、テーマに反するテーマということで、アンチのテーマ。まあよくアンチって言いますよね。まあテーマと反対、それに反対するテーマをこうやってくっつけるということで、新たなものへと、発展させるというのがやっぱり重要なことなんですけど、それをやっぱりここでは表されていると、まあ、この年代でまだこの方法がちょっと出来上がってるかを忘れたんですけれども、まあそういう感じで「ラミラレミラファシミラ」、まあ、こういう感じで不完全さをやっぱり少しやっぱり強調してあげることで意外と多大な効果が得られたりします。まあこういうところとかでも、まあ確かに用途が使えてるんですけど、まあここで一旦少し終わりますよね。先ほど、じゃーって飛べたところなんですけど。今ここです。まあちょっと僕、ドラーラーみたいな、ちょっと洒落たことしちゃってるんですけども、まあその後にこうやって、ラドラリディドドラリダダリディラ、この音とても重要です。これよく見たらわかるんですけど、この前にシャープってついてますよね。こうシャープっていうのは大事で、やっぱりこれは何かというと、
元々胃腸腸が、ああなんでこれが胃腸腸がラシドレミファソラで、あのまあシャープとかちょっとつけましょうか一応。あのごめんなさいね、ちょっともうちょっと、あのでその次にミファソラシドレミっていうのがあるんですけども、それはあすいません、やっぱり僕運動神経悪いですね。ラシドレミというのはやっぱりこれの胃腸腸から何腸腸になるかっていうと補腸腸になるわけです。これつまり何をしているかっていうのは、まあ、あのご存知の方は多いと思うんですけど、転腸してるという意味なんですけども、この補腸腸というものはやっぱりあのこの「レ」という、まあ、これを抜くと「お」同音と呼ぶんですけど、あどうこっちの同音じゃない、導く音として同音って呼ぶんですけれども、これ「レ」のこと。なぜかというとこの「レ」というのは何に導くかっていうのが大事なんですけど、つまりこの主音の「ミ」に「レ」というのは導くので、つまりこれは何しているかっていうと転調、すいません転調、まあこれこっちに書いた方がいいですね。この音というのは何をしているかっていうのは転調を導く因子として考えて大丈夫です。この音はやっぱり場面転換は結構必須だと思うんですよね、音楽で。もちろんあのずっと同じ調で書いて書かれてあってとても綺麗な曲っていうのはバッハでもございますけれども、やっぱりそれでもやっぱりこういう風な感じでレーみたいなあの場面転換の際に使われる音っていうのはとても重要視されているんですけれども、まあそれなのであれ変わったなということで、ドゥ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 ルリって結構これすごいですよね。ちょっと流しますね。今ここです。まあホットはデデ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 デっていうリズムなんですけど、まあ僕は結構洒落たことするのが好きなので、デデラデラデデデデってやっちゃったんですけど、まあそれにちょっと反対するような方はあの本当に申し訳ございませんということで、まあすいませんね。まあそれなので、まあこうやってめっちゃ上行してデラドラドラドラリデララ、なんかワクワクはまあドラムロールみたいな感じでルルルルルルルジャーみたいな、はい登場しましたみたいな感じ。まあここで少し落ち着くみたいな感じですよね。まあここでもここで行ったことを少し模してミーシララ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 ラリリラリリラリバ、これがここに向かっているわけですね。やっぱりここからご覧になってください。ここからなんか少し違うセーブでもなんかこうやって動きが出てきたりしますよね。やっぱり場面転換っていうのはその和音とかあの転調とか、まあ、調整感以外にもやっぱりリズム感の違いで場面転換する方もいれば、弾き方の違い、例えば表情の違いでフォルテとかで、まあ、ベートーベンとか結構そういう感じの曲も多いんですけど、あとはやっぱりキャラクターとかだったり、まあ、キャラクターを多いにやっぱりあのまあフィーリングですかね、それやっぱり結構決定するのはやっぱりそういったファクターが、まあ、因子が多いと思うんですけれども、まあこれで一旦ここでちょっとここまで、まあ、ここまでというかこのドラムロールのレーから聞きましょうかすいません。
まあこういう感じで、まあここからちょっと変わってしまうので、まあまたそこはその時話しますけれども、まあこれで似たような成立って言ったらおかしいんですけど、まあこれでまた書きますけれども、模倣ですね、これ模倣されていて、またここのこういうところが、まあ模倣という言葉がやっぱり模倣の言葉ということに至るんですけれども、やっぱりそこでまたスペシャルなことがされてるんですけど、ここをご覧になってください。ラーリー、なんでこういうところを書いたかっていうのは、バロック音楽、まあ、バロック音楽以外でも使われてるんですけど、こういった流れ方っていうのはとても重要なんですけど、ここでちょっと説明できるかちょっと怖いんですけど、やっぱりここで大まかに言えば、共和音、なんでしょうね、この共和音線って、共和音、共和音、これのまあこういう感じで、最初は今日結構ちゃんとした響きになるな、少しでそこから解決して、でまた次ってやって、それでまた解決して、でってなって、まあこの先ほど言ったこの使用法と同じですよね。やっぱり完全なものと不完全なものを隣り合わせにしてあげることで、新たな、なんていうんですかね、そのステップが生まれると思うんですよね。その心の、なんていうんですかね、揺さぶられる、いいみたいな、まあちょっと説明してる方は少し変なんですけど、それがここで行われてるんですけれども、要するにここで具体的に言うと、このこうやって数えましょうか。1,2,3,4,5 で、要するにこれはどういう意味かというと、レファーってここでついてるんですよね。こうやってファーヴィーレヴィーアー、ちょっと分かりづらいのでちょっと申し訳ないんですけれども、まあこういうふうな、でこれよくご覧になってください。まずミソですよね。こう1というのは1、要するにこれはあと3度、まあ度は普通に旅の度なんですけれども、2はこれは2度、まあこうやってずっと続いていくんですけど、1は3度、2は2度、3は3度、4は2度、5は3度。これどういう意味かというと、まずこの3度っていうことで注目してください。例えば、ラシドの1、3というのは、とても完全とされている和音で、とても心地よい和音なんですけども、その次に2度というのは、ラシ12で結構狭いですよね。やっぱり狭いものっていうのはやっぱり心持ちも狭くなるので、っていうのがやっぱりちょっと不協和につながるのかなって思うんですけど、またその後ね、暖かい3度で、またその後2度っていうことがここで繰り返されているんですけど、やっぱりこういうところがまあ重要だ。まあこの話結構分かりづらいので、もうちょっとこういう解説の練習をしてちゃんと分かりやすいように説明したいんですけど、なかなかやっぱり難しいですよね。ごめんなさい。もうちょっと僕も日本語頑張ります。それでその後に、すいません、なんかちょっと変なボタンを押しちゃったんですけど、大丈夫ですね。まあこれでミソシミシソシラドラファシファレファソシソミラミドミレファレシソミシレドみたいな感じで模倣されて、ファドミレシミソシソミソラファドミレシファラソ、これ何が行われているかというと、要するにこれがまずテーマだとしたら、テーマが分解されているんですよね。例えばまあ、これ要するに
こういう意味ですよね。まずテーマがあるとすれば、このテーマが、まあ、例えば最初は、まあそうですね、テーマだとしたら、こういうふうに分解されているんですけれども、すいません。テーマ、the ma って何でしょうね。これで、ma は違う成分で、まあこういう感じになる。まあ、アンダースコア使った方がいいかもしれませんね。で、こう次に、このテーマがさらにここになったときは、まあこういうふうに分解されていったりして、まあ要するに、最初にここに、レド、レド、ミドラ、ファレラ、レド、ミドラ、ずっとテーマが同じ成分によって繰り返されたものが、ミソシミシソシラドラファシファレファソシソミラミドミレファレシソミシレドというふうな感じで、まずは少しだけ違う成分がこうやって歌って、その次にまたさらに違う成分がファドミレシレファシファシソミソラファドミレシファラソミシレド、まあそこからこういうふうな構造になってるんですよね。まあこれをただ繰り返すだけなんですよ。テーマ、エマ、エマ、エマってずっと繰り返してるので、つまり、テー、エマ、エマ、エマって言ってるようなもんなんですけど、ファードビ、エーマービ、エーマービ、みたいな感じで分解されてる。まあ、要するに、ここは、セーブで分けて分解。っていう感じですね。で、ここでも使われてるんですけど、やっぱりヨド。ファーシービーラーレ。やっぱりここでも何がされているかっていうと、まあ、丸を安定だとして、三角を不安定だとすれば、丸三角、丸三角、三。つまりこれ何をしているかっていうと、呼吸をしているんですよね。吐くと結構人間ってリラックスするじゃないですか、はあ、吐くとやっぱり声も下に行きますよね。なんでファーなんですけど、吸った時にやっぱり体を持ち上げるので少し声もすいません持ち上がるんですけど、ファーシービーラーレーソーのような感じで、やっぱり上がるときは、やっぱり、まあ、緊張するとき上がるとか言うじゃないですか。そのまま上がるだと思うんですよね。まあ、下がるときは少しリラックスして、やっぱりそういう風な感じで、これがなされているんですよね。今日は音、不協和音、今日は音、不協和音みたいな感じで、ここでも、まあ、これ書きましょうか。緊張、あ、まあ、リラックス、緊張の方がいいんですね。リラックス、緊張、リラックス、緊張、リラックス、緊張、リラックス、緊張っていう。こうやって続いてるんですけど、ブラブラって、まあ、要するにこういう、ダーリー、まあここでも分かるように、やっぱりこのリラックスしているところはファードビーというところで、少し下の成分なんですけれども、見てください、この先ほどドラムロールで使うとか言った例のシャープってありましたよね。同音って言ったところで導く音で、まあこの導くっていうのはやっぱりここに導いているんですけれども、結構なんていうんですかね、行きたい行きたいあーって感じでなるじゃないですか。まあよくわかんないですけど、まあそれでファードビービシレオっていう風な感じで、まあここも実を言うと、これついに行くような音で、まあこの矢印って結構緊張しますよね。まあ、なんですけれども、これ見てください。この音形とこの音形似てるじゃないですか。実を言うと、これもこっちに行ったりするので、最初見ると、あれなんでこうリラックスしているところで、この層がこういう風な感じで次に行くような音程してだって見たところなんですけど、これでもう一つの意識があるんですけど、シファラソというところで、この矢印があるんですよね。この矢印というのは何かというと、やっぱり下に下がってる矢印なんですね。まあこれは見るからと、
ヨーナって上に上がってますね。シーファラーゾン、まあ、この音をエクスクあのバイバイしたら、シーラーソーってなりますよね。なので、シーラーソーラードラーラーってついてるんですけど、まあ、これでやっぱり加工してるので、なんですけれども、この場合だと、やっぱり、この、行くぞーっていう音、これが意外と、関わってきてるんですね、これと、これが。なので、結構、シーファラソーみたいな感じです。少し、なんていうんですかね、加工するエネルギーの方が多分上昇するエネルギーよりもこちらの場合だと多いので、やっぱりこっちの方が大きくなって、こっちの方が少しちっちゃくなる。一方でやっぱりここではファドミレミシレドレラドシで、意外とこの加工しているようなんですけど、意外とフレーズ感は上がっているようなんですよね。なぜならここでも上がっているので、意外とこのエネルギーはこうやって、まあ、狭くなっているので、狭くなるとやっぱりエネルギーって食べたくなりますよね。実際川とかで結構幅の、広い川っていうのは流れ遅いんですけれども、急流だと結構なんていうんですかね、狭い川じゃないですか。なのでなんていうんですかね、やっぱり狭いところだとやっぱりエネルギーっていうのは凝縮しやすいので、やっぱり狭くなりにつれて、やっぱりエネルギー、これがまあ本当はこれとこれは赤で示した方がいいかもしれませんけれども、まあこれも赤で示した方がいいんですけれども、すいません。はい。これで、まあこの赤い線っていうのはエネルギーで、まあこっちには書かれないんですけども、やっぱりエネルギーが、だってファのミレシファラソミシレドラリダダレラセリダダダ。まあ演奏中とかにこうやっていちいちはあまり考えづらいんですけど、まあこれはもう全部勘でしょうね。もうなんか演奏者っていうのはこういうものをなんていうんですかね、もう、あ、そういうなんか感情でちょっと弾くのかなっていう、なんかもう感性でやってるので、こうやって理論づけることは正直言ったらあんまり良くないんですけど、やっぱり物事を分解して、やっぱり少し構造を明らかにしていくことっていうのは、やっぱり解説にとてもよくつながると思うんで、まあ聞いてみましょうか、一度。すいません、どっから聞けばいいんでしょうかね。ちょっとお待ちください。あ、ここか。今ここです。まあ、スカーカウス少しのエッセンスは聞き取ることが幸いできたと思います。なんですけど、やっぱりちょっと分かりづらいかもしれません。ちょっと、分からないんですけれども まあ、聞く方次第なんですけど、まあ、この後はちょっと話がめっちゃ長くなってしまうので、まあ、実を言うと、今回解説を短めにしたいと思ってるんですけれども、なので、まあ、宿題みたいじゃないんですけれども、ここでやっぱり、どういうところで、リラックスしてて、どういうところで緊張しているかっていうのは、ここでもとても探せるので、もし、ご興味ある方は、ここで一旦、画面を止めて、やっぱり自分で分析してみてはいかがでしょうか。やっぱり、ここでも、例えばなんですけど、やっぱり、ファラファソで、ここで、この音はこうやって続いてるんですけれども、ここを見てください。ファとソっていうのは結構不協和音なので、まあこういう感じで、もし楽譜が読める方は、まあ読めなくても多分形でわかると思うんですけれども、まあ、数学とか、とても得意でいらっしゃる方は、音符も、楽譜もとても早く読めると思うので、まあ僕は数学に関してはそんなに、まあ昔は結構やってたんですけど、最近はちょっとやらなくて、まあ解析学とかですかね。あんまり大数学とかやってなくて、そっちら辺はもうちょっとやらなきゃいけないんですけれども、なんか流数定理みたいな感じで、結構解析学は面白いと思うんですけども、まあもし微積飛び越えてなんか、ちょっとガンマ
関数とか、なんかそっち系から入りたいという思っている方は、どうぞ。まあ僕はちょっと3年ぐらい前から数学は勉強してないので、もう本当に何も、そこに関しては何も申し上げることはできないんですけれども。まあこれで、ここも同じように、まあそういうことを繰り返したりしてるんですけれども、まあここでやっぱり重要なことは、この2つの成分、まあ、2つって考えない方がいいんですけどね。例えばここで見たら、やっぱり一番耳に聞こえてくるメロディーと楽譜に書かれてあるメロディーっていうのは結構違ってくる時多いんですよね。ここで耳に聞こえてくるメロディーっていうのをき、あの歌うと、ラファレレシファラソビソシミドラドレファラドビビシレドラドビララビソファラファレシシファラソビシレドファドビレファレシソララビソファみたいな感じで、結構声部間でそのテーマっていうのが盛り上がって聞こえてくると思うんですよね、実際聞いている方には。なんですけれども、やっぱりここのスペシャルな書き方っていうのはやっぱり声部ごとに分けてるんですけど、これは理由があるんですけれども、これはどうしてかっていうと、前も覚えていらっしゃる方は分かると思うんですけれども、やっぱり重要な音を保存して提示させてあげることで、やっぱり何を言いたいかな、どんな音をやっぱり強調したいのかっていうことがはっきりと分かるので、例えばここでは「ラファレレドシー」、やっぱり一番最初の、まあ一番最初じゃないんですけど、一番目的の音っていうのがやっぱり長く伸ばしてあげることで分かりやすくなると思うんですけど、まあここの後も結構似たような感じなので、あんまりちょっと長く今回はちょっと説明してしまったらちょっとグダグダなっちゃうので、まあここでまあここの、そうですね、やっぱりこれは重要か。やっぱり最後に向かっていく時もやっぱりあれちょっと違う調に行くのかなって思いきや、やっぱり違う、また違う調に行くのかなと思ったら、まあ、違う、これで、ね、こういったバランスというのがよく見受けられるんですよね、バロックの特に最後ら辺に来るにつれて、やっぱり「ノラリレド」、これは要するにどういう意味かというと、これはちょっと調整というものから逸脱して考えたいんですけれども、どのシャープ、レのシャープ、すいません、シャープ、ミ、これが結構この4つの音が大事なんですけども、まず最初にレこうですね、レミという音がここでは目立っています。その次にレのという音が目立っています。つまりこれはどういうかというと、すいません、レが逆ですね、レミレノっていう音の列になるんですけれども、これっていうのは、つまりこういう意味ですね。レから同音に向かってミ、レがドを導き出して、ドを言ってるんですけれども、これはどういう意味かというと、ここでも同じ理論が通用して、これは上昇、こっちでは下降。レよりもミの方がレミレのみたいな感じで、やっぱりここでも上昇と下降を、なんていうんですかね、まあ調整っていうのは、まあ、この調整なんですけど、調整に関わる形で、この動作をする
これ調整に関わっているんですけど、これ身というのは何かというと、こう腸腸なんですよね。なんですけども、この霊道という性質が現れたら胃腸腸なんですよね。この理由っていうのが結構難しいので、ちょっと今回はちょっとこれは説明しないんですけど、要するにこの霊っていうのは道なので胞腸腸なんですけども、霊っていうのは道という音に導くんですけど、この道というのは、胃腸腸の手話音にあるラドミーの第三音、道に導くので、これは胃腸腸だと言えるんですけれども、この調整に関わる形でこの動作をするという意味は、やっぱり、この二つの上昇下降で、このどっちかって変わるので、やっぱり調整に関わる形って書いたんですけど、やっぱり、結構調整に関わるっていうのは結構強い効果が得られるんですよね。する。つまり、終わりにかけて、強い効果をなす。すいません。まあ本当は、ためのをなすの方がいいんですけど。まあこういうことですよね。やっぱりつまり終わりにかけて、やっぱり調整という大きな概念をやっぱり崩して、まあ崩してではないんですけど、ね、揺さぶらせて、やっぱり終わりでやっぱりジャーンって、あ、やっぱりこっちなんだって、やっぱり最後はやっぱり少し加工して、まあ上昇するときはあるんですけども、大体はやっぱり加工して、ああ落ち着いたなっていう形で加工して終わるっていうこと。まあ、ここまで聞いてみましょうか。ちょっと説明飛ばしてしまったところはあるんですけど、まあ、そこは結構似たり、まあ、似てはないんですけれども、多分僕の説明がなくても先ほど説明で結構分析できると思います。今こちらです。浮き彫りにされてるメロディーもどうぞ聴いてください。みたいな感じで、まあ、許可をもらうんですけれども、まあ、ちょっとまた説明長くなってしまいまして、ちょっと今回ちょっとフーガはちょっと短めでいきたいと思います。ちょっと僕声がちょっと壊れ、毎回こんなに解説してると壊れてしまうので、ちょっとまあ多分長くなっちゃうと思うんですけどね。はい、もうこれで特徴を皆様見えたと思いますすいませんね。まあこうやって見てください。白丸黒丸黒丸白丸、白丸黒丸黒丸白丸、白丸黒丸黒丸白丸っていう風な感じで、つまり白丸は黒丸より長いですよね。なんかこういう感じなんですけど、長い短い短い長い長い短い短い長い長い短い長い長い短い短い長い短い長いっていう風な感じで、やっぱり長いっていうのは結構孤立してますよね。なんですけど、短いっていう音っていうのは結構互いになんかまるで酸素と酸素がなんか一緒にくっついて O2 を作るように、結構こうやってバービーでって結構こうやって互いにつながりやすいんですけど、あ、これすいません、本当にこれちょっと操作がダメですね。この操作研究しなきゃダメですね。やっぱりドットは作っていく、まあこういう感じで、まあこう2つはこうやってリーラーリーレーラーリーレーラーリーリーラーレーというふうな感じだと見てください。これ全部小節線を通り越してますよね。このベクトル方向性というのはやっぱりそういうところがやっぱりバッハの天才性でして、やっぱり小節線に限られないその
音楽の描き方っていうのはとても何て言うんですかね、重要でして、シンキングアウトサイド・ザ・ボックスっていう英語で、そういう表現があるんですけど、要するに何て言うんですかね、かしこまった箱の中で考えるよりは、そこから逸脱して、やっぱり箱を外から見て、あ、こういう問題だったんだなっていう、まあ意味なんですけども、やっぱり今まであった発想から逸脱して、やっぱりこうやって飛び越して、あ、こうやってなんかこういう発想もあるんだみたいな。まあ実際こうやって聞くと、リラリレラリレドリリラレって思っちゃうことがあるんですけど、本当はディラリレドリレドリリラ。まあこのリズム、例えば比較してください。例えばこの1小節目のリズムと2小節目のリズムが同じだったとしますよね。ディラリレドリレドリリラレドリララリラ、結構うーっていう感じします。それバッハはやっぱりリラリレラリレラリリラレドリララリラ、結構なんかなんていう感じでしょうかね。結構緊張感を増してるっていう点もあれば、やっぱり見たら分かるんですけども、起承転結が行われてるんですよね。あ、やっぱりこんなに遅く書いてたらちょっと時間が経ってしまうので、起承転結。なぜなら、見てください。ここの最初のここがキーだとしますね。リーダーリーで、あ、こういうメロディーで始まるんだ。ドーリーでドー、あ、またそうやって同じようにこうやって最初やっぱり受けたまわって、やっぱりそうやって。で、シーリーラーで、あれ？少しだけ音型が変わったなということで、少し転じて、やっぱり、おう、そういう変形もあったんだ。で、ケツは、レーラリラララリラ。やっぱり最後は美味しいっすっていうので、やっぱり結構、やっぱりストーリー作りが、やっぱりこういうテーマでも行われてますね。ちょっと聞いてみましょうか。まあ、こういう感じで。まあ、これは要するに、これですよね。はてな。さあ、この後何が？あ、こういう感じです。はい。まあそういう感じで、この後も、同じメロディーが、まあこれが、フーガの基本で、あ、これ3回目説明することになるので、ちょっと、もし詳しく知りたい方は、過去動画とかも見てくださればわかるんですけど、まあ動画の宣伝とかではないので、別にあれなんですけども。まあ、この主題というまあ、主将っていうんですけども、主で、唱えるで、主将。まあ、テーマですよね。本当は英語ではサブジェクトって言うんですけども、で、お、しょ、あ、で、出てきましたね。驚異的です。こんなことは今まで一度起こらなかったので、これは、さあ。で、最後に、こうやった方がいいですね。対象。あ、これは出なかったですね。まあ、これも、キャンターサブジェクトっていう感じで。まあ、この王将と対象は、普通だったら同じ動詞に演奏されるんですけども、まずこの主将っていうのはこれなんですけど、リーラリレドリレドチリラレリラリラ、これが王将ですね。これの主将に応えるように歌う。ラドリラララリラド。で、それに同時に流れている、すいません、このラララリレラリリレ、やっぱり、それに対して、まあ、これは対旋律って書いた方がいいかもしれませんね。対旋律。
まあ、対戦率っていう意味は多分もう言葉で多分ご存知だと思うんですけど、やっぱり旋律とそれに対して例えば「ドレミファソー」って言ったらそれに対して「ソファミレドー」みたいな、まあそれはちょっと答えるみたいになっちゃうんですけど、「ドレミファソー」を歌ってる間に「ドドドドドレミファソードレミファソー」みたいな感じでずっと。それに対して歌っているのがやっぱり対旋律みたいな感じで対称。まあちょっと説明しづらいんですけど、ララララリレラリリレララリリリリ、とても綺麗な対旋律だと思います。まあ今までの風雅の中でもとてもなんていうんですかね、なだらかで、とてもなんていう、優しい雰囲気の対旋律だ。まあこの曲自体がとてもなだらかで、とても、いい雰囲気なんですけど、まあここで同じ対旋律がなされていますよね。レドファシー、間違えたらごめんなさい、ちょっともう一回書きたいんですけれども、まだこのスピンがおかしいことになってるのですいません。まあこういう、レドファシー、ミソファミラソファシミラソファ、これと、ラソドファミレドシミレドファシミレミって結構似てますよね。これはやっぱり何回もやっぱりこの、フーガというのは、これも、これも、これも繰り返されるので、やっぱりそういうところがとても重要になってきますね。それで、またこれ、対旋律がここに出てくるんですけど、ドードレン、あれ？ディーダ、あ、合ってますね。ラシラソラシドシドレミレミドファミレドシラソラソファミレミドファミレミファソミラシドレミ、ちょっと長いんですけれども、まあそういう感じで、対旋律、まあ対旋律っていうのは、まあ対し、まあこれっていうのは、まあ1とか2とかあっていいんですよね。なぜならやっぱり首相王将っていうのは後々にならないと、やっぱり一番曲の最初でやっぱり同じテーマを同時にやっぱり出してしまうと、やっぱりそのテーマの絶対性っていうのが少し薄れてしまうんで、そのテーマと違うその要素がある対旋律を複数歌ってあげることで、そのテーマにより深い理解を示すことができると思うので、やっぱり何て言うんですかね、対旋律というのはいろんなジャンル、いろんな雰囲気、いろんなキャラクターなもののものがあって当然だと私は思うので、こうやって対象の1番とか対象2番とか、まあこういう形で現れるんですけど、これが例えばレドファシミソファミラソ、とてもなだらかなキャラクターのものが対象1だとすると、ドドレラシラソラシド、とてもリズミックなものが対象2だとしたら、なんていうんですかね、キャラクターの違いによってやっぱりその一番上に歌ってる「ティラリレラリレラリリラ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 
ち、違う人たちと一緒に僕が歌ってるなら、あ、少し幸せだなって思うことがあると思います。まあ、少しそれは個人個人の差だったりするんですけど、まあ、ここでラジラソラシドリムラジミ、まあ、ここで何が起こっているかというのは、あの前もあわしゃあの申し上げたんですけど、ここからここなんですけど、これっていうのはちょっと3回目言うんですけど、キューブで、またこれも漢字違うんですけれど、喜ぶ、あ、違う、そっちじゃない、喜ぶで、これですね、キューブ。なぜあの女編がついてるかは私は一切わからないんですけど、やっぱり少し即興的で少し遊び心のあるセクションということで、ラリラとラジラリリラリリって結構なんか
なだらかな人はなだらかについて、ラーラーリーラーで、この下のリズミックがいい、ラーリリリーラーリーラーリーラーリーリー、それはまるであのコピーしているより、まあ完全にではないんですけど、答えてるんですよね。ファービレビーファソビラシドとソラシドレミのファシミって結構旋律として似てますよね。やっぱりそういうところがバッハは結構天才で、メインテーマを歌っていた人が対象、まあ、対旋律の2番目のリズミックなキャラクターを模して、それと同時に同じようなことを歌っているという意味なんですけれども、まあとても天才的ですよね。それでここであの王将、まあ餃子の王将じゃなくてこっちの答える途絶えるの王将なんですけども、それでこれが対旋律1番みたいな感じで、ミレミレドファミレドシミレドファシミレミ、まあ少しあのもちろんここで現れたような感じとは違うんですけれども、まあそれはあのこの下が何弾いているかって結構変わってくるんですけども、見てください。なんですけども、シーラソラシーファーシーソファソラミラーソファラソラソファイファーシーラソとファービーファービレドシーシービレドシラファービードレドシラシドミレドシラシドレミシミラーっていう、この2声部間でやっぱりこの2番目の対旋律をのキャラクターを保持していると私は思うんですよね。ラーソファソラシー、この以前にここの1番目の対旋律を歌ってた人がキャラクターを転じて、ここから少しここまで1だとしたら、ここから少し一緒に添えてあげてあの2に転じてると思うんですけど、これどうやって実施しているかっていうと、シーラソラシーファーシーソファソラと同時にファービデドシーシミデドシラというふうに、そのお互いあの交互に応えてるんですよね。それがやっぱりバッハ天才的だなと思って、それと同時にやっぱりこの1番の対旋律とこのあのにっこりマークでつけましょうか。あ、書けない。あ、なんか片目が大きくなって片目がちっちゃくなりましたね。ちょっとだん、ああなんかちょっとウィンクしてるみたいになっちゃったんですけど、まあこれでスマイリーマークがシーロシーラー、まあメインテーマなんですけど、スパソロラリー、ここまでがあの実を言うとまあ定時分と言えるんですけれども、なぜならこのこれとこれで囲ったところがやっぱり一番最後の声部、これは4声あるんですけど、4声あの4つの声があるんですけど、4つの声、最初1番目がここで歌って、2番目がここで歌って、3番目が歌って、一番低い4番目が歌ったら4番目が一番最後なので、ね、あこれで全員歌ったんだ、やっぱりこれで4人のテーマに対する意見を全員言ってくれたんだなということで、あそういうストーリーで始まるのねっていうことで、まあそういうストーリーを提示してあげてるっていう、まあここであの C B レビでこういうふうに対旋律1番と対旋律2番がこうやってそれぞれ幕を閉じるんですけど、そこから新たに違うものが、まあ、違うといえば変なんですけど、ここで対旋律2番のこういったあの音階ラリレダディだとスムーズな加工状況っていうのがここであの模倣されていて、バスは結構激しい動きですよね。まあここで、あここからが結構面白いことが起こってるんですけど、ちょっと難しいですね、あの説明の仕方が。まあこれも前回あの申し上げたことに似てるんですけれども、まあここから始めましょうか。まあここからだいたいここまでがあのこちらで書いた即興的な起源文のところなんですけれども、ここからがとても天才的です。こちら見てください。あれ
もう今から新しい新たなメインテーマが始まるのと思いきや、違う成分を、あれ？この人も同じこと歌ってんじゃんって言って、なんですけど途中でまあ裏切るような感じで、それぞれ終わっちゃうんですけども、ここで、ラドディダを本家の、やっぱりこれ古文で王様みたいな感じで、前回も同じようなことを、申し上げたんですけど、ちっちゃい、なんていうんですかね、前振りっていうのがあって、それで、あるんだ。そしてもう一つ、とても天才的なところは、この前にこういうなんかちょっと音符多いですよね。これ、はって思う方もいるかもしれないんですけど、ビーラー、すいません。この音たちに注目です。ビーラーソファーというのは、例えばこのメインテーマで言うと、ビーラーソファーっていうところで、まあ、C もそうなんですけど、まあ、このモチーフは後で使われるんですけれども、まあ、これ実を言うと対性率3というふうに考えてもいいかもしれませんね。ちょっとハテナマークつけとくんですけれども、 C ミラソファっていうのはミファ C ミラソファソって結構似てますよね。やっぱりそこからインスピレーションを受けて新たな対性率を作っているっていうところが、やっぱりバッハのとても天才的なところだと思うんですけれども、ミラソファソラソミ、これミファミで、本家で メインテーマがちゃんと、ラドシララリラダラリリラララリリ、でここでこうやって、次はこの狭い空間なんですけど、ドレミファビレロリレロリリラレラリラ、まあここでも対旋律1号がちゃんとビレドファファビレドシビレドファシビファレビというふうな感じで1号で、これが結構スペシャルなことが起こっていて、これ早口で言ったと、ミラミラミレソドラファラシーファミフィファソラドファシフミソラミレ、すいません、やっぱり歌えなかったですね。ちょっと昔だったら結構こういうことができたんですけれども、すいません、一回ちょっとカメラを確認します。すいません、ちょっと画像変なことになってるかもしれませんけれども、大丈夫でしたね。すいませんね、いきなり。いきなりちょっとパワーが落ちてる時もあるので、少し慎重にやらなければいけないんですけど、まあ、今度は、あれですかね、携帯の後ろに、鏡とか置いても良さそうかもしれないんですけども。ラドシラソシ、そうですね。こっからめっちゃ変なことをやってるんですけど、変なことって言っていいでしょうか。ね、わかんないんですけども。要するに、このドドレラシラソラシドシドレミ、このリズムの強い対旋律2番というのが、と、この対旋律の3番ありますよね。シビビーラリドラリダリダリダリララララ、よほど、なんか酔ってるみたいなのが多いのが混ざって、まあこれで新たな対旋律、まあ4って呼べるかわかんないですけど、イライラーの、ダダリンリラダダリリダダンラダリダリダリラダダリダダンの、みたいな感じで、とても素早いものが歌われて、こう次に、こっちが対旋律1番を歌うんですけれども、すいませんね。ミドラレドファシシラソファビラーラソファシビラーソラ、まあそれでその一緒にそのミファミレドミレドというところが歌われてますね。まあここで上はちょっと適当って言ったら悪いんですけど、即興的ちょっとあれですかね、めっちゃ難しいことやってるんですけど、レファシーレドミラドシレゾミミレドレミレドレファミレドミラリレの、これまたこうやってメインテーマ出てくるんですけども、そうですね、ここはそれほど例えばまあこうやって
模倣していたり、ビビドラレとラバレナーツ、結構こういうところすごいと思うんですけど、まあこういうところもやっぱり対戦率2番のリズムの強さを受け継いでやっぱり場面転換をしてるんですけど、まあ、ここからが結構面白いんですけども、まあ、それを終えた後、リラリレラリレとアドレドシララドシララリラダアリリラララララリ、まあ実を言うとまたコブとサみたいな感じなんですけども、ここで対戦率一番ああまたなんでこんな太い、まあこういう感じでミファミレドレドシララドシララリラドで、こう次にリラリレラララララリレラリ、これつまりここで起こっていくことと同じで、リラリレラリラリレラララリラリラ、やっぱりあれ入るのかな、あ違うこっちか、あここから入るのかって言ってるみたいなんですけども、でここで対戦率3番が出てきますよね。対戦率3番がラナドラレラリラナララドミレレララシラリラダナディレドレディリリ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 ラファソファソラシラシドラシドシスファビレファビレドシラシラシビという感じで、まあここで終わって、これ全員実を言うと終わるんですけれども、ファビシビレドで、ここでまた新たなメロディーがこうやってリラリレラリレラリレラジラ、まあここでまたこうラララリなだらかな対戦率1番と、ミシミレのパレシミミシのね、これは2セーブ間でやっぱり表現していますね。ここはミシをスローモーションでいくと、ミシミソラレドラファレシミビラミシドルシラネリソラレファシドレミドファソラソリドレミドラシドレドレミファミ、まあこういう感じでリズムの強いなんか対戦率2番をここで実施しているわけですね。でそう次にやっぱりちょっとこう分かりづらいんですけど、わあそらここまで対戦率1番の終わりですよね。ここは1番の終わりで、ここはまだこれ続いてるんですけれども、これはとても面白いことが起こってますね。何が起こっているか多分旗から見ると結構難しいかもしれないんですけど、ここ見てください。まあこれちょっと一旦消しましょうか。ラシドレドレミファーっていうのがここで模倣されていますよね。こういうところやっぱりとても重要なところで。でここで最後はラシドレドレミファー、すごいですよね。これ3回同じことを言ってるんですよね。ラシドレドリファーが1回目、2回目がラシドレドリファーって3回目、ラシドレドリビファーシドファー。やっぱり前回も言いましたけれども、やっぱりお辞儀を転、まあここで転調するっていうのがネタバレなんですけれども、反復して、反復大事で、反復して大事なことを言う、を言う、この場合はお辞儀をする形、まあお辞儀をする形というのはつまりラリラデダデララリロファみたいな感じで、ここは明らかにすいません、ちょっと声がちょっと枯れてきたんですけど、まあお辞儀しているので、でここで
まあ、いろんなことがなされているんですけども、いろんなことっていうのはまたこのリズムがおかしいんですね。で、ディディダンダダダダダンディダディノレドシダンソファビファっていう感じで、結構、なんていうんですかね、コンプリケイティと、複雑な音なんですけど、その一方で、すいません。ここでは、一番下から2番目のところはなんか普通に加工して、まあ全員加工はしてるんですけど、これは結構なだらかに加工してますね。それに比べて上は、ラララディラトゥラダふうに結構、強いんですけど、やっぱりこれも大まかに言えば、ここまでがちょっと終わりだと思う、終わりというか、まあ、全員メロディーを言ったんですけど、ここの感じを見れば、こうやって、リラリラララララリララっていう風な感じで、まあ、多分、傍から見たらわかると思うんですけれども、やっぱり、坂ができてますよね。まあ、坂っていう、ヘアピンでしょうかね。リラリラララララリラララ下の旋律歌っても、ラリラレドラララリラ。まあ、こういう感じで、やっぱり全体の方向性を決めつつも、やっぱり個人個人で、こういうふうな細かい模倣をしたり、細かいキャラクターをつけたりというのは、やっぱり、小さいところでも、大まかなところでも、やっぱり完璧にキャラクター設定を設定しているということが、とても大切だ。まあ、ここで新しく、ここが対旋律。ここは1で、ここは3。まあ、ここは、実を言うと、ドドレラシラソラシドシドレミと、意外と似てるんですよね。ファファシファタラララララディラディラレシル。まあ、なんですけど、やっぱり、こっちの、やっぱり、ヨーデルみたいな、ディディラレダララリラリダリダラリラディラリラララララ、とても、キューしてるので、ファシファ、まあ、ここは3と書きましょう。で、メインテーマがこれですよね。メインテーマが、ドレドシラロディラララリラリラララ。これっていうのはとっても面白いことが起こってるんですけど、これはとっても説明するのが難しいですね。要するに、こうです。最初は胃腸腸でこのメロディーを歌ってるんですよね。ドレドシラドミの音の中で。なんですけども、今回は転調して実を言うと、えいへたん、ちょう、あ、ないですね。えいという感じはとても難しい感じなので、ありました。こういう感じなんですけど、これつまり、ファのシャープが主音の単調。まあ、単調はこちらの単調なんですけれども、そうですね。えいへい単調。ファソラシドレミファという調の中で、その中のファラドレドシラロリララ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 リ、まあそこでちょっと違う感じになるんですけれども、やっぱりそういう感じで同じものを違う調で歌ってあげるっていうのはものすごく天才的な手法なんですけど、まあ、ここから、この、あれですよね、やっぱり力、ヨーデルみたいな感じの音型と、ダレダレダディ、まあ、これは要するに模倣しているんですけども。で、ここから、これは本当に素晴らしい手法なんですけども、ここの起伏部がある声部ではここまで、ある声部ではここまでっていう手法なんですけども、
まずこっから注目してください。これは3のこのブルーブルーブルーっていう感じのこの音形を模倣してるんですけども、これ模倣したりこうやって模倣したり、まあこうやって全部こうやって模倣してるじゃないですか。その模倣してる間に新たなテーマを挿入してるんですよね。新たなテーマプラスこの対戦率1番ファーソファビレファビレドファシビレドレソドシ、とても天才的ですよね。それとビレドファシドレミシファビレミドレレミファシ、まあちょっと音程が歌えなかったので、まあそういう感じでそれでなんかこの対戦率として、まあこれは明らかに2がここのここのセーブと、あーすいません、ここのセーブとここのセーブで両者で交互でやっぱり2番のキャラクターを受け継いで流れていますよね、即興的に。まあそれで天才的なところは抜けれないんですけれども、まず例えばこういうところですよね。ビソファ、まず最初はリーダーが2回仕草を言って、下で働いてる人がすいません、働いてって言ったら下で演奏してる人がシドレファビレドラシドビレドシーみたいな感じで模倣しなきゃいけないんですけれども、ドレビフトファビレ、あ、これシロシドレファビレド、またその部下がシロみたいな感じでラシドビレドシーみたいな感じで、ちょっとブラック企業かもしれないですけど、なんかこうやって全部こうやって命令してるんですけれども、上の政府はちょっと面白いですけど、なんか社会構造がこうやってフィーディーして見ることができるんですけれども、まあそれの中でディジャーラーラララリリタリリリラジラソファラ、まあここでお辞儀しますよね。またここで対戦率3番ですよね。まあここでまたキューブが、まあここまでがメインテーマで、ここまでが対戦率なんですけど、まあ上のセーブはやっぱりキューブを先取って表しているんですよね。リラーゾーゾーバラシリル、まあここは単なるおじ単なるではないですけれども、でこっからこれ再生率3番でラジラソファラドラリラレドなんですけれども、これ再生率1番のは実を言うとこっからなんですよね。これ何しているかっていうと、まあ本当はこっからって言ってもいいんですけれども、ラジラソファレファビレっていうふうにこれを受け継いで、受け継いだ後に、あ、やっぱり僕一番歌おうっていう感じで、レファビレアラリリダダダレリダレリダリみたいな感じで、やっぱりちょっとこっち歌おうっていう、ちょっと優柔不断なところが見えます。それでこの後レファビレドビレドっていう歌はあるんですけれども、これ対戦率どっちなんでしょうかね。まあメメロディーはここまでなんですけども、これちょっと対戦率が見えませんね。ちょっとすいませんね。あ、これか。まあ、ここは少しやっぱり分かりづらいですね。まあなんですけれども、ラリラシラソラシビラシドシビララソファソラファシシラソラソファリラっていうところが、意外とこの一番の対戦率に相当しているところの変形って書けるんでしょうかね、ちょっと分からないですけど、まあこういう感じで遊び心があって、こういうところはなんかちょっと
今までと違うような書き方でやろうかなって、まあずっと一番をそのまま正直やるのはちょっと難しいですよね。一度は変、もう変だけいいですよね。一度変。あ、すいません、ちょっとクロマキーがちょっと自分の足の裏の汗でちょっと動いてしまったんですけど、ね、まあそういう感じで、あのここまでがこうやってメインメロディーと、あの下のリズムの強い、まあ、2つ目の旋律みたいな感じで、体制律みたいな感じで、まあ、その後にあのキューブなんですけれども、まあ、結構このキューブは何というんですかね、あのアボンチュールがすごいというか、なんかララ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 ラ、これでやっぱりこのシラソララソファソファラソファソラソファミ、あ、すいませんね、これファソラソファシーって言ってますね、すいません、ファソラソファシーラソファシラソファラソで、こっからメインテーマになってるんですけど、ここで体制律で、まあこっからはあれですね、まあストレートなんですけど、まあそれはちょっと後で説明するんですけど、まあ、ここのやっぱりキーブ見てみましょうか。ここで使用されているのはやっぱり一つはあの模倣ですよね。ドシラシドラに対応しているのがファソラソファシっていうのは鏡になっています。ドシラシドファ、あ、すみません。ドシラシドラとファソラソファシっていうのはあの鏡になっていて、ほとんど同じことを言っていますよね。結構面白いですね、なんかそういう数学的なところ、ラソファビソファビレミみたいな感じで、ここもシラソファラソってこれ添えて、ミシドソラファシミミシドラファシミ、まあこれもあの実を言うとあの対戦率で一度あのかけらなんですけど、片栗粉を片って書きたいんですけど、なかなかなんかあの難しいですね、書き順はちょっと別として、まあかあのかけらみたいな感じでいいんですけども、こっからまたリードリーダーなんですけれど、こっからがデラリレラリレラリリーダー、これよく見てください、これメインテーマが同じ時で同時になっていますよね。ああ、すいません、このメインテーマがここで流れていますよね。まあちょっとだけずれてるんですけども、これはなぜかというと、ここで いよいよこういうところだからです。追う、あ、追いかけるの方に、追いかけるえっと迫力ぶ、あ、こうやって読んで、多分次吐くでしょうかね。まあストレッタって言うんですけど、ストレッタ、ストレッタとレッタ、ダメですね。まあこういう感じで、あの要するにこれ追いかけてますよね。ディドディダリバビレで、あの追いかけることによって迫った気分を演出してますよね。やっぱり追いかけられているっていうのは、後ろ向いたら迫ってくるのと同じですから、まあ、そうやって追迫部っていう言うんだと思うんですけども、まあ、なぜそういう言葉をつけたのかは僕もちょっと意味不明でわからないんですけども、まあ、意味不明っていうことではないんですけども、まあここであのまたいつものこれですよね。ディラリレがメインテーマで、ここが一番の対戦率を歌ってますね。ラリラシラドジラソラシラソシラソファソラシっていう、ララシドビラドシシラドリ、これも全部あの対戦率2番のキャラクターを、まあ音符は受け継いでないんですけどね、やっぱりキャラクターのそのなんていうんですかね、リズムのあの
例えばこういうところありますよね。ソラシラソシラソファってソラシラソシラソファっていう、例えばソラシラソシラソファソラシラソシラソファって、どっちでもやっぱり同じようになんか結構リズムの特有性があると思うんですけど、これも実を言うと一番最初の2番のところで同じことが起こってるんですけど、ドドレシアシラソラシドシドレミレミドファミレドシラソ、すいません結構この曲長いですね。でここでソラシラソシラソファソラシミファソラシソラソラソファみたいな感じでちゃんと実施されてるんですよね、天才的なところで。まあそれでファシーラ、まあここでドレミファミファソラシ、まあこれもよく見かけますよね。よくっていうのはこの曲の中で見かけますよね。ラソファミとかこういったファソラシミファミレドシで、これもずっと使われてるモチーフ、まあこれは要するにまあ2の辺でいいかもしれませんね。2のちょっと本当はスティックパッドで書くべきなんですけれども、これ重要なことなので、まあ重要なこともスティックノートで書いてはいたんですけれども、やっぱり2の辺、まあこれでいいでしょう。まあこういう感じでドドレミファミファソラシファソラーっていう、まあここではなだらかな1番の対旋律がなんか変化したものがここで流れてるんですけど、こっちでは2の変旋律ですね。ちょっと止まってフリーズしちゃいましたね。大丈夫でした、すいません、この動画がどうなるかちょっと怖かったんですけど、まあこっからが要するにここが対旋律1番、ちゃんと正直な対旋律なんですけど、こっちはメインテーマがこうやって「ダーって「ディラリレドシーソラリラシド」、なんかちょっとこの楽譜分かりづらいですね。なんかこのミが本当はこれ旗が下のはずなんですけど、これ上で書かれてあったりとか、まあしょうがないかもしれませんけれども、まあちょっともうちょっと分かりやすい楽譜ちょっと選んでおきます、次回は。またちょっとフリーズしちゃいましたね。ちょっとまずいですね。これ理由分かったかもしれません。これ今コンピューターで画像を撮ってるんですけれども、今 11GB もスペース取っちゃってますね。ちょっと早めにちょっと終わらなければ、ちょっとこのコンピューターも一緒に終わっちゃうと思うので、ちょっと多分大丈夫だと思うんですけどね。こうやって動かすとバイトが増えて、動かさなければいいんですね。じゃあめっちゃ動かしたら、動かしたらなんか1秒間で 0.01GB も取られますね。ちょっとこれは驚異的ですね。すごいですね。こんなことだったんですね。まあそれは置いといて、まあここまでが対旋律1番で、レドシドファシーラで、ここまでが、これはとても面白いことが起こってるんですけど、ラシドレミファミってありますよね。ラシドレミファって倍速で言うと、ラシドレミファってなりますよね。これの逆がラソファミレドですよね。これ見てください。ラソファミレド、ファミレドシラっていうのが、ここでコピーされて、こうやっていって、さらに、ドレミで、ファソラソというところで、ファソラシ、ファソラシだ。すいません。で、ここで、みんなが同じことをするんですけど、ソラシドレミファソラシ、ファソラシドレミファミレド。こういうふうに上行と下行と補足の音を、まあ、言いましたよね、こちらで。どちらでしたっけ？これですね。上行と下行のバランス、補足されている音、これがここで、
上行されていると下行されていると補足されているとっていうのが動詞になっているというのはとても強いあのなんていうんですかね構造なのでぜひもし先に興味ある方はそれを試してみてはいかがでしょうか。まあここで補足されているという意味はあの上行下行を実際続けている人がいるっていうのが分かりますよね。実際こうやって C でここは下行してここはあ、すいません。こっちは上行して、こっちは下行していますよね。で、まあこれはシンコペーションで、ダッ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 ってやってるんですけど、まあこれ、ちょっとこれ、楽譜が違うんですけれども、本当は、まあ本当かもわかんないんですけど、ミシ、ミソシ、ミソシ、ミソシ、ミって僕の楽譜が書いてあるんですけれども、ミシ、ラソシ、ミソシ、ミソシ、ミ。結構面白いことでやってますね。まあどっちが正解なのかわかんないんですけど、またここで、すいません、またスタックしちゃいましたね。まあ、要するにここで補足されてここで上昇してここで下降してここでお辞儀をする。このお辞儀をするところは必ずあの反復していますよね。見てください、この下降とか上降と補足音を繰り返している様子がなぜ繰り返しているかというのが分かると、ここで一旦あのその一旦それをやめてるからです。やめた後にそれを繰り返してるって言うんです。あいうよ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 かきくけこーって言ってるみたいなものなんで、繰り返してるって言っても過言ではないと思います。で最後はファビジラっていうのは、まあ、体制率1のメロディーとファビはメインテーマでドシレド、まあこれもあのこの音がちょっと重要なんですけど、まあこれはちょっと違うんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。これと似たようなものなんですけど、レビレド、これ逆でドシレドってなってるんですけど、見てください、あのここにはありますね。レビ上降してレード加工している。やっぱり最後はやっぱりこうですよね。レビレード。やっぱり基本的なところはやっぱり、まあこれのことはドッペルドミナントって言うんですけど、ドッペルドミナントがなぜ使われるかっていうことは どこにもあの説明されてないので、まあ要するに緊張とほぐすのをあの最後にやっぱり強い形で実施するっていうのが、私はこのドッペルドミナントの本来の意味だと思ってるので、レビレロ、やっぱりあの頭を下げるときもなんかいきなりこうやるんじゃなくて、レビレロでやった方が なんていうんですかね、エレガンス増すというか、まあそうやって実際やってる人はちょっと変人かもしれないので、ちょっと音楽上だけかもしれないですけど、まあ皆さんはあの卒業式とか、まあ今はそのシーズンじゃないんですけども、礼する機会があったらそれ試してみてはいかがでしょうか。なんかまあそしたらなんか怒られて、なんかまあ僕のせいにしないでください自己責任でしてください、それにしろ例の仕方は、まあそれ以外は別にいいと思うんですけど、まあそういう感じで今日の説明は終わったところなんですけれども、次回からは多分暗い曲になりそうなので、やっぱり違うテイストをやっぱりあの味わうことができます。なんかずっとなんかあの明るい曲やってると、明るい曲に何が足りないっていうのは、あのその曖昧さっていうのが、意外と明るい曲っていうのが作り出すのが難しくて、単調っていうのはそのエッセンスから曖昧なんですよね。なので説明も結構楽だと思うんですけど、まあ今日はここまでにしましょうか。まあそしたらありがとうございました。次回からまたどうぞよろしくお願いします。